ED72 型は日本国有鉄道が1961年から製造した交流電気機関車である。1961年の鹿児島本線も事故、久留米間交流電化の際に開発、投入された九州地区向けの交流電気機関車である。東北本線向けに製造された ED71 型と同様に東芝製の2号機は鑑式変圧器。 風冷式イグナイトロン水銀整流気方式を使用した。試験の結果として ED71 系の量産車では不採用であったものの高成績を残したことから本形式及び姉妹形式の ED73 型で採用された。前面は非貫通型とし、正面が区の字になった独特の形状を採用した。当時の九州地区は 非電化区間が多かったことから、電気機関車牽引の旅客列車についても、蒸気暖房を継続使用の方針が取られたため、列車暖房用蒸気発生装置を搭載した。このため重量が増加し、国鉄の電気機関車としては初めて中間台車を採用し、をマイナスに母軸配置とすることで、軸重16トン級とした。なお、SG 用の燃料及び水を積載しなければ、 軸重は14.5トンになる。制御方式は、高圧タップ切り替え方式、水銀制流気更新ー,ー制御、弱め開示制御を採用する。同台車には、固定軸距 2800mm で、逆波リンクを持ち軸重移動対策を施した全、即樹式の DT119A 型、中間台車は、スポーク車輪が、特徴の TR100 系である。 主電動機並びに駆動装置は、試作車と量産車で相違がある。本形式で試行された主な改造工事は以下に示す2件がある。なお、試行はすべて、小倉工場である。シリコン整流器交換工事水銀整流器は、保守運用の非効率と信頼性の低さという弱点があり、1970年代に入って保守、取り扱いが容易なシリコン整流器に交換する。 工事が施行された。しかし、これには、高市移制御によるタップ間連続制御を創出し、速度制御は高圧タップ切り替えに依存することとなり、トレードオフとして、起動時の粘着性能低下や、衝動の増加などの弊害を招いた。SG 撤去工事1970年代半ばになると一般客車による旅客列車が減少するとともに、 本形式に搭載された SG は、後継機種の ED76 型に比較すると、取扱いに若干の難があったことから、一部車両は SG、燃料タンク、水タンクを撤去する工事が施行された。これによって、軸重制限のある九州南部での運用も可能になった。本形式は、試作車2両と量産車20両の計22両、すべてが東芝で製造された。 また申請配置も全社文字機関区である。1961年に製造された1.2が該当する。駆動方式は当時の国鉄新製の電気機,機関車の特徴であったクイル式駆動を採用し、主電動機は MT103 型を搭載して 2000kW 級の出力規模となった。1962年に製造された3から22が該当する。 試作者からの設計変更は以下に示す。これ以降の製造は打ち切られ、1965年以降の九州地区での電革間拡大による機関車の需要像については ED76 型を製造することで対応した。本形式は SG を搭載することから、 暖房源が必要な一般客車列車を中心に、ブルートレイン牽引や貨物列車運用にも入るなど、客家両用に運用を開始した。しかし、軸重の問題から、SD 用の燃料及び水を積載した状態で、線路等級の低い路線に入線することができないために、九州の主要幹線が全面的に減化された後も、北部九州地区のみで運用された。しかし、 1968年以降は20軽客車のブレーキシステム変更により、その対応装備の一切を持たない、本形式はブルートレイン牽引から撤退し、対応改造が施行された島イき ED73 型に任務を譲っている。さらに、山陽新幹線博多海業による本州直通夜高級行列車の大幅な廃止などで、一般客車列車が減少したことから、 これらの運用も SG 操作が容易な ED76 型に集約されるようになっていた。だが、その一方で、牽引機関車側に特別な装備を必要としない14系24、軽客車に、寝台特急車両の置換が進んだことから、再び、ブルートレイン牽引運用にも投入された。1976年に試作車の1.2が廃車されたのを皮切りに、 量産機についても1978年より廃車が始まり、1980年には北陸本線より EF70 系の大量転入を受けて多くの車両が運用を売り出し、1982年までに全車が廃車された。ありがとうございます。